連れ主は霊視もできる陰陽師だという。また神様も見たことがあるという。にわかには信じられない話もありますが、妖怪や呪霊の話、まさかどのみことの話、UFO の話、そしてスレミンへの人生相談、アドバイスはとても興味深いです。知らない世界、怖いもの見たさでついつい見入っちゃいますね。それではどうぞ。現役の陰陽師ガラちゃんに、99% 嘘つきだと思ったら、底知れない陰陽師の力に、全身が震えだし。妖怪が人に興味あるからすれ立て、質問なんでもどうぞ。家の前に白装束の男が立ってる。丸は二分からかけることかこんな。かけるとこと言われてもよくわからんが。こういう板は投稿したことがないからすまん。物心ついた時から鬼と遊んでた。つくも神や妖怪が見えていた。そうしてるうちに他人と違うものが見えてるってわかった。である時、神社に行ったら、妖怪退治しろって神から神託をもらって妖怪退治してる。書くと変な感じだが本当にそうとしか言えない。今は普通に陰陽師として働いてる。未来予知とか霊視はできる？どっちもできる。ただ未来予知と霊視は使う能力が違う感じ。未来予知は8割しか見えない内容になってる。霊視はさじ加減が必要で、見えればいいってもんでもない。自分の未来を見てほしいです。私は逮捕されたりしていますでしょうか？未来？霊能者というより陰陽師なんだけど。覚えがあるんなら早めに冤罪を晴らした方がいいと思うよ。膠着状態は悪手。ね、これも未来予知とかできるのですか？私も未来を見てほしいです。基本的に未来は見ないようにしてる。よほどヤバい場合以外は、未来なんて知らない方がいい。どうしても知りたいならその筋の人紹介するよ。ネット越しでもその人見れるの？見るとヤバいってどうなるの？見れるけど見たくないんだよ。未来はあくまで仮想の世界で、100% こうなるというのはない。変なこと教えられて、真に受けて未来がねじれる人が多いから知らない方がいいんだ。仮想でも良いから見てほしいです。おかしくはなりません。以前に生活保護レミーとして、セルフネグレクト多比すると予言されたことありますし、大丈夫です。俺は見れない人は見れないよ。力が働かなくなる。あくまで悟りとかが教えてくれる場合だけ、伝えられるけど何も言われない。自分は見れないのかな？だったらごめん。普通に良い方に改善できる未来だから、心配することもないっていうニュアンスかな？急を要するものではないから、努力すれば良いってことみたいだね。神様とか見たことある？スクの神とか七スクリーンみたいなの。そういう神様がいる銀河ってどこ？関東であったら教えてください。エビスとか？基本的に普通に神と会話できるよ。関東は活気あるからどこもいるよ。真心がある人の前に姿を現す。情けない話ですが、体壊してしまい精神も病み、生活保護まで落ち込んでしまったのですが、関東方面で開運でおすすめの銀河とかあったら教えてください。関東内でいろいろ有名で、ご利益ありそうな銀河回ってりしてるんですが、全く運が良くなりません。どうかお願いします。天神さんのところ行きなさい。ご利益を求めるんじゃなくて、願掛けしに行って、自分から行動を起こすこと。朝起きたら5分歩くとか、小さいことから変化を起こして、生活を変えると徐々に運命も変わるよ。神様見たことあるんだ。すごい。どんな姿してるの神様？よくある仙人みたいな白いひげのおじいさん。どうしたら神様と仲良くなれますか？すごいことないよ。神職のうちだから見えてるのかな。基本的にすごい美男美女。白いひげのおじいさんは、高見結びさんぐらい。すごい優しい、おじいちゃんおばあちゃんだと思って、純粋に参拝すると仲良くなれるよ。神様自体は人の見た目とか、スペックとか興味ない。中身をよく見てる感じ。神様見てみたいですね。どこの神社とかに行けばいいですか？なかなか簡単には見れないと思う。天上人だから、祭りの日か人が少ない海や山にいることが多いよ。自然豊かな神社にご参拝してみるといい。コスト的にはよく祀っている。ウギ子さんとか経由の方がとても見やすいと思う。やはり縁というものが大切な気がする。縁が抜けてたわごめん。本当にその通り。縁の深い場が一番波長が合うと思う。妖怪でわかること少し話すね。妖怪はそこら辺にいるよ。霊感は別であって幽霊も見えるけど、なんか生きてる次元が違う感じ。もともと美術でデザインやってたから、アドビとかいじってたけど、レイヤーの操作をしてる感覚に近い。
例えるなら幽霊の方が半透明で、妖怪の方が灰色っぽく見える感じ。妖怪は図鑑で見る見た目とあんまり変わらん。鬼以外で初めて見たのはからかさお化け。ゴミ捨て場にあったビニール傘に、目が生えてて足がジタバタしてた。もうかるかい？社員とかはボスしてるの？社員とかっていう考えではないけど、暮らしには困ったことがないかな。意外と妖怪に取り憑かれてる人はいるよ。幽霊とか見てみたいんご。幽霊はほぼ五体満足なんていないから、ゾンビに近い見た目でグロいぞ。いい幽霊は綺麗だけど、めったに出てくる機会がない。やっぱり生まれ持った資質がないとできない仕事なの？基本的に妖怪と妖怪の主が選んでなるらしい。自分はなぜか平将門命に抜粋されてやらされてる。あっちから任命されてなるから、条件とかもよくわからん。別に陰陽師の家に生まれたから、なれるもんでもないとは聞いた。陰陽師ってことは普段は何してるの？普段から狩猟とかしてる。山こもったり、日本中回ったり妖怪の里に行って、妖怪と話して友好関係結ぶ。あの世界は妖怪といかに良い関係が結べるかで、仕事の成否が決まるから栄養職に近いかもね。陰陽師ってコストで活動してるんじゃなくて、なんか組織に所属してるんじゃなかったっけ？その中で階級があったりとかした気がするけど、違ったっけ？そのあたり教えてくれると嬉しい。土見門家の流れの陰陽師かな？陰陽師は妖怪から任命される任命型と、世襲型の二流派は分かれるよ。基本的に任命型と世襲型は仲悪い。ただ妖怪も人も好き嫌いあるように、任命型の方が仕事が来る。うちは任命型だから、個人でやってて世襲型の遊戯は知らない。小泉丸次郎を見てもわかるが世襲は最悪だよね。よく、人混みは良くないって言うけど、活気のある場所のが楽しくない？どこの世界もそうだけど、世襲は煙たがられることが多いね。活気はあった方がいいよね。夜の誰もいない場所が良いかと言われたら、嫌な人も多いだろうし、楽しいって結構大事だと思う。せっかく生まれたんだから楽しまないとね。最近、シークエンスハヤトモの動画を見てるんだけどどう思う？なかなか良いこと言ってる気はするんだけど。あの子は本当に人間ができてる。だから心霊系も呪われないで仕事にしてる。そこら辺の霊能者よりずっと、的を得てる印象があるかな。そうだよね。すごく話がわかりやすいし、ゲイ人なのにテレビ出演に少し距離置いてるのが好感持てるわ。欲に飲まれると、なかなかそうもいかないと思う。だから本当にちゃんと話せて幽霊を対等な存在として見ていると思う。陰陽師って普段は暦作ったり、天文観測したりしてるもんじゃないの？名前だけ陰陽師で、伝統的な職業とは違うってことかな。ちょっと違うね。陰陽師自体が道教系と神道系で分かれる。暦作りは、道教系の流れを組む一派がメインにする仕事。神道系が今の神職に近い厄払いとかする。そもそも同じ名前だけど役割が違う。つくも神って言葉も気にせず使っているようだし、伝統的な陰陽道とは、関係のない仕事のように見えるけど。つくも神というのは四国系の陰陽師の呼び方だね。京都では妖山やかしと言うんじゃない？暦や占星術も道教の学びはあるけど、やりたくないね。今カレンダーで六曜が書かれてて、誰でも目に見てわかるものだから、どこにも需要がない。つくも神は日本のどの地域でも伝統的な名称じゃないんだよ。そのあたり知らないってことは、やっぱりネタだね。知ってたけど。そりゃそうだろうよ。そもそも世襲型じゃないんだから、妖怪に教えられた通りに喋ってるわけだし。本当の専門家なら酔うや。なやかしなんて語彙も使わん。せいぜい2000年代イコールのラノベとかアニメとかで知った口だろ。使う使う。逆に専門書読んだことある？ゲニオニとか今どき通じないよ。伝統派が廃れる理由はよくわかるわ。妖怪と話せる人待ってマジでおらんのな。丸泉の世襲がどうしても許せないんだけど、一族を呪い殺せたりするの？まあ確かにやってることは良くないと思うけど、呪いさあつは自分には、不幸が来るからできない。ただああいう考えをしてたら、因果応報痛い目をこれから見ていくことになるしね。嫌われるってことが、そもそも呪われてることと大して変わらない。あーと、政治家をサーク買いした、山上氏には何かついてるの？それは知りたかった。最大寺には山上八幡とかあるでしょう。山上？だよね。人の負の念の塊。飲まれたら鬼になり何しても戻せない。もともとネガティブで人の念を吸収しやすい性格だから、ああなりやすい質だった。
要するにもともと用が深い人だから、遅かれ早かれああいう形で、何かをしでかしていたってことみたいだ。人の念を吸収しやすい体質とかあるんだ。地域差とかもあるんですかね。何かの逃れ、妖怪は西に生息する傾向があって、関東は結界なかなんなかで入りにくい、とか聞いたことがある。あるある。HPS? だっけ。繊細で影響受けやすいタイプの人が、全般そういう感じ。俺も西と縁があるせいかそこのやつばかり話すよ。関東はいるっちゃいるけど、影が薄すぎて見えにくい。そもそも都会の人が、妖怪とか信じてないのもあると思う。ああ、めんどくさい細やかなタイプの人ね。何か意識して避けちゃうんだよな。若い人ほど多いけど、ほんとは西日本で暮らしたかったけど、今は仕方なしに関東にいるわ。絶対関西のが面白いよね。25年7月5日の大災害についてなんか知ってる？時代の流れで人が変わることはあるよね。今の時代は影の気が強いから仕方ない。関西の方が陽の気は強いし、寛容な人には良いと思う。大災害だよね。先に火山が来ると思うけど、今のところ特に災害があるとかは伝えられてない。イタチの呪いの人ではないんか。誰？基本的に呪いとか受けたくないからやってないよ。式持ってる？式神がどういうものか教えて。自分は式は持ってるのだけど。未来予知とかできますか？全くできない。できたら宝くじで大儲けですよ。まあ確かにそうとも言える。少なくとも邪神があると外れるね。未来予知って相手の起こす悪行とか、犯罪とかそういうのも読み取れるの？それで相手の悪いことをするのを読み取って事前に止めることができるとか。大体まとってる雰囲気を見るとわかる。頼まれたらできるけど、犯罪起こす人は、運命で決まってるから、止めても別の機会に必ず犯罪する。要するにそもそもそういう思考がある人は、一度止めても根本的な解消はできないとのこと。自分の雰囲気はどんな感じ？山荘の色があるけどいぶし銀。山の香りが強い。ちょっと浮世離れしてる雰囲気がある。人の世に生きてるけど妖怪の世界の方が近い。今後も自然と共に生きていくと思う。善人というか善人に近いかな。ありがとう。でもあんまりスマホとか、PC とか使っていて自然系って感じではないかな。発達障害持っているから、浮世離れしてるってのは当たっているかも。妖怪とか幽霊の話は好きだし、水木しげるも好きだけど、そういうものを見えたことはないなぁ。そういう才能は自分ないよ。霊感なんてない方がいいよ。余計なものが見えて大変なだけなん。だから理想見える人から話を聞くのが一番、と俺は思ってる。もちろん見えない、けど、見える人の近くにいると何か内容感みたいなのが冴えてくるんだよね。だからそういう気持ちは装備されてるんだよな。ほんとそうだよ。見えすぎると普通の生活を送れなくなる。第六感はみんな持ってる。ただ退化してほぼ機能してないらしい。いわゆるチート能力だもんね。あの世で打ち合わせて設定して、この世で記憶をリセットして修行して、多品でからあの世に戻るんだから、見えて良いことなんかそうそうないんだよ、多分ね。そういうところ。楽しむために、アバター作ったのに、ゲームで現実の生活思い出して慣れてたらつまらないじゃん。あれと似てる感じ。スマホとか PC は今必須アイテムだもんな。見えるかはきっかけがあるらしい。山とかにいる方が、元気出て生活もうまく回るタイプだから、なんかつまずいたらそっちに行くといいみたい。特にこれといってわかる未来みたいなものはないのかな。自分についてだけど、慣れる職業とか友達関係とか、未来なんて希望の塊みたいなもんだし、良い方向に向かうって信じて、努力するのが一番現実的。俺が見える未来って、ヤバい奴がこのまま悪くなってヤバいのを阻止するためにある能力っぽい。今のところ悪くなってヤバくなるような未来は自分からは感じられないかな？特には、強いて言えば、今後二つの選択肢から一つ選ぶけど、その時は慎重に答えを出した方がいい。それに間違ったら、悪い道を辿ってしまうのかな？それって何時頃起きるの？就職系の選択肢？そばにいる女の子が気になってるよ。あとは自分で考えた方がいい。別に悪いものじゃない。そうか。女の子って家族？女の子よりなら若そうだけど、彼女なんていないよ。女友達もね。二つの選択肢って対人関係的なこと？その時になれば気づくよ。今は覚えておくだけでいい。僕は女の子と縁がないんですが、どうすればいいですか？垢抜けて積極的にいろんなところ行こうぜ。わろた。ありがとう。そうだ、寝る前に質問したい。
おまるむ神秘教って知ってるかな？あれも妖怪寄りした人たちの集まりなのかな？信仰宗教とかだよな。あれは人間の欲の権化が固まったよう。人でありながら、心を失ったモンスターみたいなもんらしい。妖怪とは違って超能力とかなかったよね。妖怪なら多否定執行されて、禁錮されても特殊能力を使って逃げられそうだけど。そりゃあねえわな。人間から夜叉になったやつはやっぱすんごい力と謎の鬼神があんだよ。汚れたやつにすげえ力なんか芽生えない。さすがの妖怪もそこまで特殊能力とかはないの？サイコキネシスとかテレポートとか。妖怪はエスパーとは違うぞ。ただ視点は物を動かしたり、テレポートしてるから似たようなもんかも。イスラマルルについてどう思う？あそこは神の時なの。俺陰陽師だぞ。バベルの塔の跡地で神の管理下にあるもの。人が決めた全ての宗教でもなければ、人の土地ですらないだって。サンキュー。なんか青森の人の話によると、神もいなくなった時らしい。跡地だからおらんわな。荒れると神っていなくなるんだよ。そこは人と一緒の感性だと思う。おまるむ神秘教の当時のニュースとか見ていたかな。一般教徒は行き場所がない弱者って感じだけど、彼らは救われるのかな。その事件以降に生まれてるからな。自ら呪縛を解いて前に進むのが必要なんだよ。厳しいけど自分の人生を進むことが救いだね。ちょっとアレな話かもしれないけど、秋葉原のあの事件とか放火事件とか、バスジャックとか中学生の連続殺人事件、ザマのあの事件とか、起こしてしまった人とかいるけど、そういう人もやっぱり、悪霊とか立ちの悪い妖怪にそそのかされたり、それが何らの因果でああなってしまったのかな。なんかそもそも、人ではない奴が、人の皮かぶって生きてる感じなんだよ。弱肉強食で人を食い物にする。そういう考えでしか生きていけないから、事件起こしても、いまいち自分のやったことのヤバさとか想像できない。そうなのか。ただ事件の中には、いじめを受けたりとか、虐待されたりとか、弱い立場に合わされた連中もいて、そこら辺を思うと複雑なんだよな。やっぱり殺人って手段を用いた時点で、食い物にしちゃっているのかな。いじめも難しいんだけどな。報復は悪くはないんだけど、さじ加減が必要なんだよ。それが自然の考え方。追い詰められたら辛いのはわかるけどな。人も動物もむやみに殺してはいけないんだよ。妖怪の世界に近い人って結構いたりするの？特にそれでも何の問題とかないのかな？いるよ。水商売や夜食やってるやつは、みんな妖怪側に近い。だから考え方もちょっと変わってる。人の世界の考えに馴染めなくて、苦労するのが問題なんじゃないかな。連続ですまない。ちょっと人間の世界にも、馴染まずに生きるって辛そうだな。でも妖怪の世界を生きるのもかなり辛いのかな。鬼太郎の世界を見ると楽しそうに思えるけど。旗から見ると感じるものはあるけど、仕事柄同情しちゃいけないからな。妖怪は妖怪で楽しいし、人は人で楽しい。両方の狭間にあるものが、一番辛いのはどこも同じだわな。人間から妖怪になるってこともあるのかな。鬼太郎とか、ぬらりひょんの孫とかだと、そういう妖怪いたけど、あと妖怪って普通にいるの？鬼太郎みたいな感じではないのかな。あるよ。生き量もぶっちゃけ半分夜叉だし、どっちの漫画も見た目合ってる。妖怪自体はそこら辺にいる。鬼太郎は会ったことはないけど、松江にいるとは聞いた。エルフとか吸血鬼もいるのかな？人間に擬態してるのもいそう。いるけど美女美なんとかではなかった。人間と同じで顔面は選べないらしい。妖とか鬼、天狗は人のなりして出る時もあるよ。式と式神は持ってるけどあまり使いたくはない。一番よく使う怖いたちだね。可愛くて凡庸性がある。強い奴は出すのに貢ぎ物が必要だから、年一に使うか使わないか程度。10年くらい前に、妖怪退治してるけど質問ある？ってスレがあって、見習いの男性がいろいろ妖怪退治の話をしてくれて興味深く読んでたのを思い出した。イッチさんはその人とは別人だよね。何度かまとめで読んでるから、その人も見たことあるよ。ちゃんと妖怪と一緒に住んでる人だった印象があったよ。俺は別の人。ハンサン流の元お弟子さんに会ったことあるんだ？妖怪狭そうあらこの流派は山伏系なんだ？今までどんな妖怪退治してきたのか教えてほしい。一応読み方わからんって厄介？俺はないよ。マジで妖怪と神と鬼に教えられてやってるだけ。やらないと自分の体調がおかしくなるんだ。
狩猟してたらいつの間にか修験も、できるようになっただけでそっちは知らん。基本的に妖怪とは伝えず、幽霊と言ってお祓いする。わかりそうな人だけ妖怪の説明を詳細までする。妖怪は沼御前と会話女、マジムン、鬼、ヤシャーンガイといろいろいるよ。議長は視点に聞く限り細分化するから、面倒だけど答えは弱いとのこと。お答えありがとう。議長はなんか七人岬っぽいらしいんだけど弱いのか。視点は鬼でもかなり強いから、そう感じてるんじゃないかな。あくまで七つの心臓を持った、一つの集合体なんだと。一つの体を潰しても他の奴らの中に溶け込む。一つ一つは弱いけど、一網打尽にしないといけないから、頭を使うのが面倒と言ってる。なんか方向性が変わってるから、軌道修正するわ。もともと俺は妖怪が当たり前に見えてて、他の人が妖怪が見えないってことがわからなかったんだ。最初に見たのは四天童子っていう鬼だった。まだ3、4歳ぐらいの時だったかな。両親が買い物とかで外出して留守番してると、必ずその子が遊びに来てた。なんか窓とかから、すり抜けて家に入ってくるんだよね。そしてなぜか毎度必ず紫色のセーターを着てる。名前を聞くと、四天って言うから四天って呼んで。と言われた。多分俺が四天って言えなかったからだと思う。四天とはよく積み木とかおもちゃで遊んでた。普通に遊んでる時は楽しかったけど、四天とは約束があった。それが、親には自分の話を絶対にしないこと。子供ながらに話したらいなくなる気がした。当の視点は、両親が家に帰るといつの間にか消えていなくなった。なぜか当時の俺は、視点は近所に住む謎の幼馴染みだと勝手に勘違いしてた。視点には不思議な力があった。たまにそれを見せてくれるんだけど、物を浮かしたり未来を教えてくれたり、子供ながらに他の子とは違う存在だと感じてた。それにめちゃくちゃ頭が良い。読み書きや勉強は全部視点から教えてもらった。保育園とかで嫌な思いをしたら視点に話すと、次の日、そいつが熱にうなされて休むとかそういうことがよくあった。当時は視点をなんか神の子供みたいなすごいもんだと思ってた。読み書きができるようになると、視点は、よく妖怪図鑑を持ってきて見せてくれた。これ、僕の友達なんだよ。そこにはちょっとよくわからん、変な見た目のやつがたくさん書いてあった。こんなの見たことないんだけど。山に行けばたくさんいるよ。教えられた通り、山に行くとたくさんいるもんだと思ってたんだよね。視点が言うんだから間違いないみたいな感じ。山に行ったら視点の話しておくね。こんな感じで、途中から遊びに来るたびに妖怪話聞いてた。それを外で他の子に話すと変な顔された。そこからちょっと園内で、浮いた存在になってた気がする。とにかくそれで何か言われる？視点に話す？そいつが倒れて休む、の繰り返しだった。なんか倒れた子がかわいそうになって、途中から視点にそういう話をするのをやめた。視点とはうちでしか遊ばないんだけど、ある日突然あと5回あったら、遠い場所に行くと言われた。子供心にめちゃくちゃ泣いた。さすがにその頃になると引っ越しとかで、別れっていうのはわかるようになってた。頑張って折り紙とか手紙で思い出作ってたけど、視点が帰ると作ったものがいつの間にか消えてる。毎回作っては消えを繰り返して、泣いて視点がいつも困ってた。で最後、山に帰る前に園内で遊ぼうと言われた。あの視点と外で遊べるっていうので、園内の人にめちゃくちゃ自慢しまくった。今考えるとおかしいことだらけなんだが、子供の時は全然気にしてなかった。しかも約束の時間きっかりに来て、積み木遊びをしてくれてから別れた。それを先生に話したんだよね。そしたら、そんな子いないし、一人で遊んでたでしょ。と言われた。その瞬間にめちゃくちゃショック受けた。そこらしばらく妖怪が見えなくなった。結局視点がいなくなってから、幽霊も妖怪も何も見えなくなった。子供ながらに視点が見えるという能力の鍵になってたんだなと感じていた。ちょうど別れる前に、視点と話してたことがあって、それが不思議な力の話だった。僕が君にカゴをあげる。いろんな未来を見る力や魔を伏せる力、酒を飲む力、君をいじめる人は救うに、君を幸せにする人には幸福を、君を遠くで見守るよ。すげえうっすらした記憶だから合ってるかわからないけど、こんな感じだった。申し訳ないけど当時はそんなん役に立つかと思ってた。力よりも視点と一緒にいたい気持ちの方がずっと強かったな。視点いいやつなん。視点はすげえいいやつ。顔もスタイルも声もけた違いで完璧超人だった。
4年くらい関西で出稼ぎしてたんだけど、そこで社員になれなくて戻ってきたんだよね。いい会社だったから、また働きたいんだけど無理かな？ほんとみんなおおらかで話しやすかった関西。縁を結んだ方がいい。そこの一人と縁があって、関西にいただけだから、気になった関西の神社行って、引っ越せるよう願掛けするとまたあっちに戻れるよ。神社か。試すありがとう。関東の分院じゃなくて本拠地がいいのね。本拠地だな。分院は同じ神でも、その分霊だから、作られた土地に根付くから、その場所と縁結びしてことになって離れにくくなる。主典、なんであなたを選んだんだろうね。まさかの血の差し金かね。妖怪が見えてるのと、もともとうちで九尾を信仰してたから、九尾と主典は仲が良いらしいんだよね。まさかどのみことは前世に四国で、俺が陰陽師やってたらしく、その引き継ぎで今世も陰陽師やれと命じてきた。主典が消えてから俺の生活が一変する。親が離婚して海外に引っ越した。海外にいる間は特に何もなく普通に生活してた。力も何も使えなかった。小学生になって日本に戻ってきた。その頃は周りの影響もあって幽霊も妖怪も完全否定。科学でこの世は証明できるとか、ませたこと言うが気になってた。ただそれでも時間があると、視点のことを探して公園とか行ってたりする変な子供に育った。外国ってあんまり妖怪とか聞かないイギリスぐらいか？だけど力が弱いのかね？そういうのも。まさかの海外な。海外の妖怪は、モンスターで人を襲う悪意があるものみたいだ。日本とは違うぽい。俺が住んでた場所は、そもそも妖怪が人を嫌って隠れてたから、全然見なかった。4年生ぐらいからかな。雨の日だけまた妖怪と幽霊が見え始める。赤い服着た女の霊とか顔だけとかね。相変わらず気のせいとか否定してたけど、最初に行ったから傘はそこで見たやつ。家の近所のゴミ捨て場にあった。ビニール傘にどでかい面玉が生えてた。生えてるというか張り付いてる感じ。手足も変に生えててジタバタしてた。助けてまだ使えるよとか？そんなこと言ってた気がする。俺はというと、怖くて逃げた。まあそんな感じで見えては無視して、を繰り返すんだけど、小学生の終わりに目もくれんっていう妖怪に襲われた。当時家に和室があったんだけど、ある日、なぜかそこの壁一面に面玉が張り付いてた。いつの間にかあったとしか言いようがない。それがずっとこっちのこと見てて、すげえ気持ち悪いんだよ。監視されてるみたいで、頭がおかしくなりそうだった。親に言っても、当たり前だけど信じてもらえないし切れられるしで困った。何よりキモいのは夜中に襖や扉が開いたり、急に壁を叩く音が聞こえ始めたこと。隣に誰も住んでないからマジでビビった。そこで俺は打開策を考えた。支店から力もらったことを思い出して、なんかの土産で親からもらった剣を和室に持って行って一心不乱に振り回した。多分テレビでなんか見た影響だと思う子供ってアホだよな。その時にバン、と音が机を叩くような音がして、目が全部スーって消えた。それが多分初めての妖怪退治。多分今思うと退治が完璧じゃなかったんだろう。支店に霊とかも言わず過ごしてたら、すんごい面倒なトラブルが起きて、家を引っ越さざるを得なくなった。相変わらず自分も全く幽霊も妖怪も信じてなかった。そもそも退治してからすっかりそういうことを忘れてた。そこからちょっとずつ自分の人生が変な方向に進む。まず親の選んだ物件が、すげえ嫌な感じがした。新築で綺麗なんだけど変に安い。そんで川と、どでかい寺に挟まれてる場所にある、住宅街がひしめき合ってる中で、ど真ん中にアパートの駐車場があって、うちがそれを取り囲むっていう変わった作りの家だった。抵抗したけど子供の意見が通るはずもなく、泣く泣く引っ越した。ここで毎日金縛りにあって不眠症になったり、近隣の家で殺人事件が起きたり、近所では火災で家が全焼したり散々な生活を送った。引っ越し後に、大島テル見たらその周りで、事件起きまくってた。そういうのが積み重なると、人ってガチで病むのね。俺も学校生活が急にうまくいかなくなって変な病気にかかった。病院に行ったけどこの年でなるのは珍しい。原因はよくわからんで終わった。家に帰ると幽霊とかやしゃや鬼がいるし、金縛りになるしで怖すぎて家出したりもした。相変わらず幽霊や妖怪は否定してたけど、じゃあ科学の力で解決できんのか？ってなると医療でそこに限界を感じた。全く病状が良くならなかった。すげえ困って近所の神社に毎日行ってた。
とにかく支店に会えるようにお願いしまくった。で日に日に弱ってきて自分でもああ、これたしのやつだなーってわかり始める。体が動かなくて力が抜けていく感じ。体が鉛みたいなものに変わっていくんだよ。その日は親が仕事で家にいなかった。マジで今日たしぬんじゃね？って頃に支店が来た。今までごめんね。鬼と人だと時間の流れがいくて遅れちゃった。病院に連れて行ってあげる。その頃にはあんまり視点は見えなくなってた。幽霊？みたいな透けた感じ。でも手を引っ張られると確かに、人間と同じような力は感じた。ここで病院に行ったのが、生と死の分かれ道だったらしく、医者にはよく一人で来れたねって言われた。結局最初の病院じゃなくて、救急車とかでさらにでかいところに連れて行かれた。視点はやっぱり普通の人には見えないんだよなぁと、病室のベッドで点滴受けながら、ぼーっと考えた気がする。視点は親が来るちょうど前にいなくなってた。夜は妖怪の力とか強くなるの？基本的に夜行性。大昔の取り決めで、人と住み分けして今に至る。幽霊は昼間でも出るやつは出る。呪術？戦って実は？前世で陰陽師やってた作者が、記憶を頼りに書いてるのをひらめきって思ってる。思い出話を脚色した読み物みたいなもん。おかこういう職業だとやっぱ歴史好きなの？歴史はめちゃくちゃ好き。面白いよな。ね。年取ってからじわじわと面白くなってくる。ごちゃん見たら？私は録画した。まさかどの怨念ってまだあるの？あの方亡くなられてからとっくに400年以上経ってんじゃん。霊魂400年説って、正しいと思ってるんだけどさ。今見ながら話してるわ。やっぱ歴史はいいよな。まさかどの御事的には、別に祟ってるつもりはないらしい。ちょっとイラッとしたら、その念が強すぎて人がやられてしまうと。普通に神としてさじ加減が、苦手なタイプだから、結局祟ってるのは変わらん感じがする。ぼちぼち質問も落ち着いたし、話の続きするわ。まあそんな感じで命を助けてもらった。視点には、今後は僕を信じること。と念を押された。それでも俺は懲りずに社会人になろうと躍起になってた。あの人剣以来幽霊とか妖怪は見えるし、信じるようにはなってたが、特に関心がなかった。そこから力を封印するために、いろんな人に会いに行った。ところが全く効果がない。その都度視点が来て、喧嘩して体調不良が起こる。最終的に俺が折れて、視点にお酒をお供えするようになった。でまあある日、まさかどの御事に会おう。と視点に持ちかけられる。会いに行くと陰陽師をやれと言われる。何回か断ったんだけど、また体調不良になったり、その頃からめちゃくちゃ人の相談して、なぜかお祓いしてやる羽目になったりで、最終的に今に至る。この間に九尾祭り直したり色々と経験したけど、陰陽師やってから、すげえ体力ついて健康体になってる。元は運動音痴だったの？体力って。もともと健康体だったんけど、視点離れてから体が弱くなった。戻ってきてから、すげえ酒飲むけどずっと動ける。それなりに名の知れた霊能者が、ごっすき星を逆に回るのを勧めてたけど、陰陽師的にどう思う？少し考えたら馬鹿でも、病ってわかりそうなもんだけど、同業者間で大問題になってないの？名の知れたやつでも、たぶらかされて落ちるのはよく見る。ごっすき星逆に回ったら鬼門が開く。結界をかける順番の逆手順は、結界を外す手順のことだから、多分そそのかされて、神だと信じてるヤバいものの封印と手伝いしてる。そそのかした側がどんな存在かわかる？あんまり関わりたくないけどね。甲冑着た武将で鬼神。昔の武将といえばいいかな。俺の先祖は源氏藤原弥慶なのですが、不謹慎にも小学校の頃の社会科見学の時に、平野正門さんのお墓を踏みつけました。今では結果的に呪われてるかもな。陰陽師って人間サイドだろ？ちょいと認識違いだけど俺が言ってるのは、両サイドの陰陽師だしな。ごっすきもんは一般人にやらせたらいけないだろうよ。流れができた時に責任が取れないならかわいそうだ。挑発するのはいいけど、まさかどの御事が切れたらたたられるぞ。もっともまさかどは源氏ともつながりがあるから、そこで敵対するわけではないが、藤原家の子孫も何度か払ったよ。あそこのうちは大変すぎる。やることが多いんだよな。視点続き待ち。視点か。久しぶりに会った視点は、同い年ぐらいの青年になってたよ。小さい頃は気づかなかった角も成長して立派に、顔は中性的で相変わらずすげえイケメン。
やっぱり頭が良くて色々教えてくれる。あと人間の世界の酒とか菓子とか食い物に目がない。あなたが食べて味覚を共有する感じ？それとも食べ物がなくなるの？味覚を共有しながら、俺は栄養を視点は気を摂取してる。基本的に今まで、祭ったものがなくなったことはないが、祭ったものは味が薄くなる。ありがとう。元人間ってのが怖くてリアルだ。妖怪よりも人間のが俺からしたら怖い。特に女は何考えるかわかんねえな。視点自体はとにかく酒飲みの酒好き。基本的に視点を体に憑依させて、陰陽師をやるんだけど、力を使った日は一日で一升瓶が空になる。百鬼夜行の長らしい。昔は視点が偉いとか知らんかったから、後になってヌラソンとか見て、逆にびっくりしたの覚えてる。そんなに飲んで肝臓痛いにならないの？気をつけなね。多分体は人間なんだろうから。不思議に全くならない。かといって酒が飲みたいという欲もない。気をつけるようにはするわ。ありがとう。妖といえばもう一柱家にいるわ。なんかの縁で接近神っていう雪女の子供を家に祀ってる。文字通りトイレの神。こっちもすごい美女。雪人だけは、なぜか美女と美男以外見たことがない。トイレの神様の歌は正しかったんだな。正しいね。トイレが綺麗って仮想的にも大事なんだ。妖怪退治の依頼ってどこから来るの？一般人から来るとはあまり思えない。心霊相談を受けたら妖怪が原因でした。みたいな感じ？後者の方が多い。東北以外は、あんまり妖怪絡みの霊障とか見ないな。幽霊も払えるからその窓口から来たる人も多いよ。後日でいいから、その東北の妖怪絡みの霊障について教えて。話の腰を折った上に、ごっすき星の話なんかして正直すまんかった。沼御前のことかな？結構あいつは大変だった。ゲゲゲの鬼太郎に出てくるのにそっくりだった。いやいやいいよ。まとめたら書くわ。ごっすき星が抜けてたわ。逆ごっすき星はダメだ。間を読んで詳細させるなら、酔いがリスクが高すぎる。やるなら依頼者の安全を考慮してやろうぜ。そのために陰陽師っていうのがいるんだし。高市丸絵ってすごい悪霊が取り付いてない？ひどい面構えで、早くやめてほしいんだ。こいつ怖いよな。俺も薄気味悪くて嫌いだ。妖怪とか悪霊ではないものがなく、犬神系の類のものだな。今後かなり大変な不幸を抱えると思う。犬神？ふむむ。犬神のようなものね。完璧なものではないから、なんだとも言えない。ただこのやり方だと、後で潰れてろくな終わり方にならない。人相っていうのは、年を取ると、どうしても出やすいもんだよな。いやいや、いいよ。UFO とか呼べますか？宇宙人とか見たことある？陰陽師として同郷もやったから、星とかもいけるっちゃいける。UFO は呼べないが見ることは結構ある。宇宙人夢の中以外見たことがない。UFO 見たことあるんですか？すごいですね。どんな形してました？どこで見たんですが？いつ頃？一度も見たことないけど、なんか見るコツとかありますか？夢に出た宇宙人ってどんな姿してました？星とかもいけるっちゃいけるってどういう意味？別の星までテレパシーが届くってこと？当時はオカルトとかマジで信じてなくて、意味がわからなかった。川辺で普通の星より光が強かったかな。昔から星好きで写真撮ろうと思って、カメラ構えたら消えてた。結構頑張って探したけど、見つからなかったんだよね。その川に行くとそういうことがよくあった。あくまで俺は占星術とかができるだけ。宇宙行進とかはよくわからん。カクカク飛ぶオレンジ色の UFO を見たことある？ある。昔川辺で歩いてる時に見かけた。金星に似た感じの光を放ってたね。あのカクカクのカクって、どれくらい移動してるんだろう。距離感がよくわからんのよね。特に奥行き。目のすぐ前に計10センチの光があるのか、10キロ先の上空に計10メートルの光があるのか、判断がつかない。今考えるとありえん速さだよな。飛行機が時速300キロだけど、あれより速いから音速とかなんじゃねえかな。速いくせしてピタッと止まるのも謎。昔他のスレの霊能者が、その UFO を、エネルギー体であり霊体？でもあるって教えてくれたんだけど、霊体の下りが難しくて理解不能だった。ある種は合ってるかもな。その人の言いたいことって、エネルギーを具現化させて、見やすくしてるってことだと思う。アバターで例えられるけど、エネルギーっていうのは、アバターを作ろうという気持ち。霊体っていうのは、実際に労力かけてアバター作成して完成したアバターのこと。アカウントとかで、
自分の分身作るってなぜか気使うだろ。それは自分のエネルギーである念が入ってくるから、魔法みたいに、気持ちを形にし続けるよう集中すると、目に見えたものに変わるという、そういうイメージを見て語っているんだと思う。UFO も幽霊や妖怪と同じで、見える人と見えない人がいるの？さっきの話、ちょっと何言ってるかわかんない。あるらしい。いろんな霊能者の話を聞いたけど分野があるっぽい。簡単に言えば、ハンターハンターの念みたいなもんよ。応用させまくると、ああいうすげえことができるって言いたいらしい。誰にでも見えるもんではないなら、なぜ自分なんかに見えたんだろう。ただ私を見てみて、とばかりに派手にカクカク飛んでた。何がしたいんだあいつら。どうせならテレパシーで話しかけてくれりゃいいものを。答えはシンプルで波長が合うから。何でもそうだけど気が合うと見える。宇宙人は純粋で知的好奇心が高く、偏見のない人間を好むらしい。普通に幽霊は見れる。純粋な探求心があれば見る機会がたくさんある。幽霊よか空の方がワクワクするよな。宇宙人はグレーみたいなやつはあんまり見たことがない。ベージュポイキみたいなものや光の玉スライムみたいなよくわからんやつの方が多かった。俺は宇宙人も妖怪も、大して変わらないと思ってる。お化けは遭遇しても UFO はない。まあそりゃそうだ。俺も見てなきゃ信じてない。実際見るとインパクトあるよ。あれは。否定はしないし、むしろ見たい人。UFO とかの方が見る体験ってすげえじゃん。見たいのか。UFO とか見ようと思って、見るもんでもないよな。展望公園とか星がよく見えるところの方が、見える確率高いらしい。最近あんまり妖怪見ないのは、退治されちゃってるから。いや困るなで山里帰ってる。肉体はないと思うんだが、疫病で妖怪も病気になるらしい。ぼちぼち落ち着いたから、戻ってくると言ってた。そうなんだよかった。妖怪がいないとつまんないもんな。教えてくれてありがとう。いいよ。妖怪は良い子が多いよな。また会ったら一緒に遊んだり話すと思うよ。酒飲みながら支店と話してたこと思い出してた。まさかどの見事に会って以来陰陽師になるんだが、まず最初がすげえ大変だった。俺は支店と同じように読み書きを教えてもらえると思いきや、まさかどの見事は甘くはない。まさ、読め、古文書だ。やらなかったら呪い殺す。俺、はい、首塚出てすぐに神保町行って古本漁りまくった。仏教大全、陰陽師大全、駅の教え、東京、神道大全。いろんな本を買って読んだ。まだ学生だったから遊びたかったわけよ。俺がたまにサボって家に帰ると、正座してる支店と仏頂面で、腕組んでる昭和の頑固じじいみたいな正門の御事がいる。シュ、君しっかりしてよ。僕まで怒られるだろ。俺、若い時間は取り戻せないし遊びたい。まさ、てめえ殺すぞ。そんな感じで毎度ぶっ倒れる。懲りずに何回も繰り返すんだけど、また支店と大喧嘩した日に、急性腎盂腎炎っていう、すげえた死ぬほど痛い病気にかかった。一晩中痛すぎて転げ回って、叫んでようやく諦めた。陰陽師の勉強をちゃんとすることにした。そのタイミングでこの家が神職だったんじゃね？という疑惑が浮上する。祖母が寺を信仰してたり、親戚がチベットに行って、僧侶やり始めてた頃だった。きっかけは突然である日、まさかどの御事と支店が、稲荷を呼び出せ。って言い出す。わけがわからずに話を聞くと、三代前までかなりでかい稲荷神を祀ってたらしいと聞かされた。はは。それにしてもあんたなんでわかったの？半年前におじも霊能者のところ行って、全く同じこと言われたのよ。で家に帰ってまさかどの御事にその話をしたんだ。まさ、わかった。掘り起こせ。やらねば足しやるのみ。まさかどの御事は物騒な神だ。いろいろ掘っていってわかったが、うちはもともとかなりでかい家だった。三代前までは普通に名前が残るような人がいた。戦後の政治的な事情で、一族な大事な神社を畳んで離散してしまったってことがわかった。名字に優が入ってるんだが、もともと友人信仰で合わせて、稲荷を祭り始めたってことらしい。歴史をたどるにも、すげえ苦労して書物がないわで、日本中回ったりした。ちょうど家が没落し始めたのも、神社畳んでからだった。謎に周りが不幸になっていくんだよね。いとこはどんな事業やっても失敗するし、おじは金の無心にされるし、おばは膠原病にかかって見る影もなかった。まさ、神が作った家は、神が離れればどうせなくなる。
不幸になりたくないなら、陰陽師をして人々を助けて家を元に戻せ。俺はいろいろ苦労したから、周りに同じ目に合わせるのも嫌で、じゃあやりますって形で仕事し始めた。歳徳人が虎の時は？歳徳人の見た目？方角？どっちの話？保機になんて書いてる？古文書の話？俺同郷だから八門もやり方違うけど、そもそも虎の時なら、関羽の矛で逆して、この門をすげ替えるだろ。そんで鬼門を逆関にして陰陽流転させる。方角避けなんてやらねえよ。吉方に変える。保機なんて、基本の基本だろ流派に関わらず。日本と中国ではまず考えが違くね。日本は月暦で、中国は太陽暦が四角だし、旧暦と新暦の採用方法も違う。中国は鬼門もない丸切り違うね。そもそも保機って言われて、すぐに思い当たらないなら、内殿下賞買って返すのが本職の陰陽師だわな。ちなみに日本の話だよ。俺適当言ってるか？陰陽師のルーツって中国の道教だろ？日本の道教はまた別なんだから、間違ってはなくね？マジで知らんの？神保町で陰陽師大全とかいう本買って、勉強したんじゃないの？ 100% 書いてあるよ。しかも最初の最初に、なりきりにしても浅すぎない？買った買った。あんまり好きじゃないけど読んだ。じゃあ逆に視点と正門の御事と喋ってみてほしいわ。俺自分以外の人とも話せる人探してるんだよね。祀られてる神様レベル怖いな。おいらみたいな半分妖怪は、どういう扱いされんだろ？悪いこともしてないからセーフ？飯だって具も広いくらいだし。でかい家は祀らざるを得ない。じゃないと家が潰れるらしいんだよな。半分妖怪？俺は妖怪退治はするけど、基本は平行症したい方なんだ。妖怪は妖怪で住みかとかあるじゃん。あくまで線引きして返すし、悪いのはお縄にかけろと言われただけで。俺どちらかというと、完全に妖怪にとっての陰陽師なんだ。大きい妖怪は人がいないとこに引っ越しちゃった。小さい妖怪が全然いないから、どうしたのかと思ってたんだ。おいら人の世界にも妖怪の世界にも馴染めないから困ってるよ。大きいあやかしが守ってあげないと、小さい妖怪は隠れるしかないからな。お前は山池さん海よりも山だよ。オッケー、ようやく今日の修行終わったわ。寝て明日また始めるからお休み。とりあえず急性リム疑念は、多日ぬほど強い痛みが出たりしない。出たぞ、入院するレベルの病気だった。若いのにリム疑念とか珍しいな。女性なのか？男だよ。視点が離れてから変な病気ばっかした。今はすげえ健康で快適。日本在住の男でその病気は医学的にやばいな。そんなついてる神様が変わるだけで、やばいことになるの？触らぬ神にたたりなしって、言葉の重さが深く理解できるわ。ん、世間の言う陰陽師のイメージが、漫画に偏りすぎてるかな。陰陽師は神道の派生で神職の一種。妖怪やあやかしの長とかではなくスペシャリスト。安倍の生命は伏見を建設した神、中国の一族の姫が貴族と交わって生まれた子だから、稲荷の子と呼ばれる。生まれた時から稲荷信仰。そこに一族の同郷の考えが混じって、宮中で陰陽師という仕事が形成された。神に奉仕する神職なのは変わらない。通常、陰陽師は古い家系なので、一族で祀る神が必ずいて、そことは別に安倍の生命を祀る。三者作りをメインとしている。で、神と妖怪と話して退治だったり、融通を聞かせるもんだと教わってる。自分の式は式神とは根本的に違うっぽいな。自分のは契約して対等な関係だったりする。式は気が合うとなれる。野良の子が抱いてベッドのようになると言えばいいかな。疲れてるから式になってる。本当は対等な関係が一番うまくいくんだけど、それが難しいパターンが多い。自分は凡庸な能力者なので、こういう専門的な話はためになるです。俺もたたり神の言葉を下ろしながら相対的に学ばせてもらってるよ。欲を磨く場があるっていいことよ。稲荷信仰と北進信仰を主とするから、気象観測や雨乞い、先生術ができる。式神はあくまで神社の狛犬や野良を、神屋敷から貸し与えられた派遣社員。別に下僕とか従者ではない。自分で作った式神は脆く、一回しか使えないことが多い。大体先代から派遣社員の式神を引き継いでも、最初に実力不足だということを聞かない。実際はただの神と妖怪の中間管理職だろ。だから誰もやりたくないんだと思ってるけど、現代は陰陽師の神職面が弱くなってる。っていうのも神職の中でも、
神は物言わぬ神っていう、尊すぎて人間の前に出てこねえよの派閥がいるから、これがフル神道派って言うんだけど、ここの勢力が強い。陰陽師は妖怪やあやかしが見える奴がたまにいるから、喧嘩してのれん分けした。だから陰陽師自体、世間一般の神職とは関係性が良くなかったりする。難しい関係なのよ。だからたたり神としては、どんな神とも話せる巫女を選んで、陰陽師の元に送り出して、崩れかけた陰陽師を再建したいんだと。そのために俺たちが使わされてるっていう、そういう寸法なんだと言われたよ。本当に陰陽師はダメだねー。最空ともうろくするもんよ。伝統派が古くなりすぎてるから、知識を刷新しないとね。話ぶった切って質問。悪さをしない妖怪も里山にはいる？ UFO より身近なはずなのに、波長が合わないのか見たことない。ついでに聞くけど、山口県の長門の体現者について何かわかる？トンビ？が30羽くらい飛んでた。妖怪は基本悪さしてない。野山から降りた熊を害獣と呼ぶのと同じで、街中に出た妖怪を悪いものという人はいるかな。妖怪の波長は独特で、自然に近い民が見える。星に近い民は会いにくい。山口の方は一回しか行ってないけど、山神が祭事をする際に、図解として一斉に飛ばした従者たちを見ていたってことらしい。自分では断然自然よりの野生児だと思ってるから、意外害獣の例えはわかりやすいね。それよか、お前の金丸痩せ後、そってかわいそうと空目下はどうしてくれんの。自然の中でも山の中腹から、上下に星犬と森に分かれる。中腹に住んでる場合は両方と波長が合いやすいみたいだね。俺は嘘つき扱いされても構わないが、金魚がかわいそうなのは嫌かな。たまに山行って元気もらった方がいいよ。元気があれば考え方とか変わるから。橋本京明先生とは関わりあるの？世襲型と関わりはない。そもそも任命された陰陽師と世襲の陰陽師は仲悪い。ありがとうございます。私は陰陽師ではないですが、霊能力者としてお祓いしたり霊視したりしてます。あなたから見れば、邪道かもしれませんが。俺も完全に同じタイプだよ。命じられてやらされてる。ここにいる陰陽師には、邪道だと思われてるけど。陰陽師も力、関係なく、あんた自身も立場で言って、例えば D9N が妖怪なんかいねえよと。全否定して武力で自宅まで突出してきたら、肉体や法律的に撃退できる力はある。別の霊能者に聞いたら、私、格闘技も心得あるし、法律的にというなら身元の撃退が善人味方ですけどね。身元の銀や仏閣のお坊さんや神主、金魚の衆、善人、敵に回しますよーらら。もちろんおまわりさんからの依頼も受けたことあるから、警察組織も味方ですよー。ノイホー会議？ノイゾノイゾらら。数百人がお茶をご用意してますので、と帰ってきた。まあ、だよねー。現実物理も背後が強力でないと、怖くてスレなんて立てられないもんな。裁判だの情報会議だの言われた日にゃ、無防備な人ならぐるぐるだもんな。対処できるつながりはあるよ。でも本当に力があるなら、権力に偏る必要もなくね。まあ確かに。ありがとう。変な奴もいるよな。俺もこの仕事始めてから、同じ霊能者に恐喝されたりしたからわかるよ。陰陽師様、弟子にしてください。様付けされるようなできた人間じゃないわら。陰陽師やりたいなら妙見神社行ってみろ。わかった。ゴールデンウィークにでも行ってみようかな。行ってら。星が好きならおすすめ。というよりも、妖怪見えるようになりたいんだけど、何か方法はない？幽霊は見たくない。にぎやかで人生楽しそう。妖怪は一人で人気のない山の寺か、神社の奥に行くと見えることがある。一体一体個性があって面白いよ。幽霊見たくないならお寺のお守りつけるのがいい。夜限定？信仰心も何もない人に、守護霊とかついてるの？自分はそんな人間なんだけど。夜行ったら危ねえだろ、あら最高ぜ。信仰心なくても守護霊はつくけど先祖が多い。ある程度守護霊が強いと信仰心も強くなる。おいらは異国に留学してから、宗教変えたんやけど、守護霊的なものも変わるの？縁がある方に流れが変わる。先日はクリスチャンが話しに来たけど、守護霊ではなく守護天使が出た。守護天使の権能は、自己肯定感とか自己愛だった。ありがとう。じゃあ今は天使なんだね。昔と人生あまり変わった気がしないけど。ザフキエルだと思う。あんまり天使は見ないから間違ってたらごめん。あいつらは自己肯定感マックスまで行くと、人生幸せになれるんじゃね？って言ってるタイプだから。
人生を変えるじゃなくて、価値観を変えれば人生ハッピーっていう考えよ。ありがとう。過去うつやったことあるから、そういうのが来たとしたら笑えるわら。今まで見た天使は脳内お花畑だったぞわら。ザフキエルが言うには、記憶力上げて資格でも取って才能使おうぜって感じかな。資格なら米国公認会計士資格持ってるよわら。他にどうせ言うんだわら。多様性を求めてる感じ？資格があればあるほど、キャリアアップって考えてる。人生の選択肢広げて、金稼いで幸せになってほしいみたい。俺は英語喋れないからニュアンスで捉えてる。中年と受け取るよ。金融系だから、役にも立たない業界資格はたくさん取らされたけどねわら。いろいろと話してくれてありがとう。いいよいいよ。海外は大変だよな。いい人生を送ろうぜ。僕の式神に山本五郎左衛門がいるのだが、これって良いの？大物主のところの氏子かな？式神というより、サポートしてくれる縁ある存在。器がないから式神に収まってるけど、外事だよ。すげえ大事にしてるんだな。霊魂が生き生きしてる。フィギュアとか、それっぽい器があるといいよ。今来た。一致の言ってる、視点とは違う視点同時って見たことある？視点は昼と夜で見た目と性格が変わる。昼間は神社の穏やかな神。夜はまんま鬼で酒飲みで強い。東北に行くと信仰が変わるから、違う姿も見れるんじゃないかって期待してる。ありがとう。昼の見た目は人に角つけた感じなのかな？ちなみにこの世に視点同時って、何体いるのかわかる？変な質問ごめん。昼間も角はあるけど王冠みたいなものをかぶってる。視点同時自体は本魂が一つ、各分社に分霊がいる。分霊は影分身みたいなもので、実体は一つらしい。4月から新社会人で働き出すんだけど、何かアドバイスありませんか？体力もあるしバイタリティもあるから、世間の新社会人との違いにびっくりするとは思う。ただ腐すことなく、地道に実力を蓄えて目標を乗り越えていけば、もっと上が目指せるって。なんか見てくれたんですか？守護霊ですか？自分守護霊には好かれてないと思うんです。親戚も集まりとか行きたくないって言って、一人家にこもるくらいで、ありがとうございます。腐らずに地道に頑張ります。同じ血筋でも場が合わない時もある。こればっかりは相性だろ。別に守護霊だって、その家が好きじゃない奴もいる。たまに寺に行って、お参りするぐらいでいいんだよ。神社じゃなくて寺ですか？どっちでもいい？先祖供養は基本寺。神道供養なら基本神社。日本人は大方寺で供養するから、寺に行く。ありがとう。陰陽儀すごいね。どういたしまして。もっと実力つけられるように頑張るわ。ところで俺、オカルトな職業ではないのだけど、むしろ医学なんだけど、伝統的な技法を継ぐか、そういうのをやめて、全く他のことをしようか迷ってるんだよね。伝統的なやつは陰陽師とかやってるなら、なんとなく空気わかるとは思うけど、今の社会からは、全く求められてない気がするんだよ。でもさ伝統的なやつは、先人の行動や思想や色々な努力の結晶じゃん。そういったものの、重要性も俺なりには、理解してはいるんだよ。でも伝統的なやつはそれこそ、気とかなんとかの概念のせいで、非科学的とか言われてうんざりしてるのもある。多分俺一人が、そんな伝統を受け継がなくても他の優秀なやつがやったり、情報を掘り起こしたりして、なんとかすると思わなくもない。つまりやるかやらないかを決めあぐねてる。こんなチキンで女の腐ったやつみたいな俺に良ければアドバイスくれると嬉しい。俺もそっち派。うちも出かかった上に、潰れて伝統職もう一回やれよって言われた身だから、すげえわかる。俺自身は未来志向のデザイナーをやりたかった。難しい問題だから天神さんに聞いたけど、伝統というのは形にはまるもので、社会の歯車に準ずるもの。そこから疑念が生まれたら、それは自分の成長であり、探求を自身に迫っているということになる。ある程度社会というのは、知恵が働けば融通が効くし、医療世界に閉じこもらずとも、そういうのが好きな人に任せて、自分の人生を開拓するのもあり、立つ鳥は塔に押さず、思い立ったが吉日。身辺整理して再出発すればいいとのことだよ。なるなる。ありがとう。幸いにして金はあるから色々やってみるわ。やってみな。すげえ意外なところで、才能が芽を出しそうだよ。男の子が市川で行方不明になっちゃったそうだけど、何かわかる？陰陽師は同居の規約でうせ者探しができない。行方不明者とかも探してはいけない。だからこの子はわからない。そんなんあるんだ。ごめんね。
うん、いろいろルールがあるんだよ。こちらこそごめんな。陰陽師って現実が妖怪ファンタジーだから、アニメとかファンタジー小説読まないの？俺は普通に見る派。読み物とか、だいたいそっちの説に近い霊感。あるやつが書いてるから実態は似てるよ。今は豆腐小僧も現代風におしゃれしてる。妖怪は意外と神よりも人に近い文化持ってる。夜になってようやく視点も帰ってきた。昨日の沼御前の妖怪退治の話がまとめてもらったから話すわ。沼御前っていうのは、美を追い求めて人を食ってた妖怪ね。すんげえ昔に実在した人物。その女はかなり偉い身分で姫様だったんだけど、とにかく美に執着してた。で別の存在にそそのかされて赤子を煮て、食い始め最終的には妖怪になって、沼に住み男を物理的に食う変なものになってた。この沼御前なんだけど、なんか変な思い込みがある。子供を産まなかったら若いままでいられると、沼御前になった女自体は子持ち。美人ちゃみ美人なんだけどなんか暗い。その沼御前に取り憑かれた女から依頼が来た。顔はすげえ美人で見つまる光に、話を聞くと努力が全く報われない。男運もない。うちはでかいんだけど、全然家族団らんがないとかそんな感じ。見たら沼御前が背後についてる。実家を聞くと東北に家があると、沼御前も東北にいる妖怪だから、ドンピシャだねってことでお祓いを始めた。なんで俺こんな話書いてんだろ。沼御前はすさまじくて家で飼ってるペットが亡くなったり、関係者全員で病気になったりした。最初の異変は家の外で女の声がしたこと、おいみたいな声が聞こえる。声が聞こえるのが決まって12から2時くらい。玄関にお札があるから入れないんだろう。それでも2時間内のどこかで3回必ず声が聞こえる。かなり田舎に住んでるから、最初はちょっと驚いた。神道には謎のルールがあって、3回制度というのがある。3回以内にうなずく、迎え入れる。そうすると受け入れたという証になる。要するに3回無視すると帰る。これが毎日2週間ぐらい続いた。さすがに3日ぐらいすると、慣れて無視し始めた。そのうち痺れを切らしたんだか、扉を叩く音が聞こえ始めるようになる。この時には車のエンジンがつかなかったり、家電が壊れたり対人関係で、いろいろとトラブルが起こった。そこと同時に謎の女が夢に出始めた。昔の天女みたいな格好をしてるけど顔は鬼。夜叉みたいな怒りの表情をしてる。でも服はすげえ綺麗で見るからに高そう。その女が毎日話しかけてきて、無視するっていう夢。その時に必ず好物を見せたり気を引こうとする。俺の好物はブドウなんだけど、よくブドウが出る。ああ、沼御前なんだな。と大体この辺りで気づく。で無視し続けて夢から覚める。この頃はあんまり寝れなくて、朝まで起きてから寝るのを繰り返した。そんなおっかねえ女がいるんだ。ありがとう。そこから払うまで2ヶ月夜は寝れなかった。夜になると玄関を爪で、ガリガリ引っかく音がする。朝外に出ると特に傷がない。一応毎日、玄関はめちゃくちゃ掃除してた。女の歌ってる声が聞こえるが、歌詞は意味不明。多分古文なんだろうけど意訳すると、私の美しい髪、私の白く細やかな肌、私の愛する夫には鳩髪、艶やかな唇の紅地。すべてを捧げて愛を示し、元の場に戻ってきて、私の元に戻ってきて、という感じ。そもそも近隣は共に男しか住んでないし、さすがにヤバいと思って神社にも伺った。その時は鹿島神宮に参拝したかな。主催人の竹見和地竹に話を聞いた。竹、まだな。ま、当時の俺は間は見たことがなかった。そもそも日本って妖とか妖怪はいるが、間というのはあんまりいない。竹、森刀を収めて神社に運べ。そういう感じで三上刀を持って帰った。ちなみに社務所にあったやつね、8000円というなんとも言えない値段で置いてあった。持って帰るのが、すげえ恥ずかしかった。これが後に役に立つ。で帰ってから神社に飾った。俺基本的に直感で仕事してるんだけど、まばらいなら不動明王じゃね？ってことで、わざわざ成田さんにもお参りした。俺、沼御前がって感じでやばい。女は命より美容が大事なんだ。沼がいると言ってやれ。帰りに同じような刀をもらったきた。これは2000円のちっこい木の剣。赤い紙にはまさけとか書いてあった。とりあえず言われた通りにした。夜に女の声がしたから、沼がいると言ってみた。そしたらすすり泣きみたいな声が聞こえた。そこからしばらく平穏が続く。
で2週間後に俺が病気になって倒れた。ちなみに依頼者は元気を取り戻したらしく、元気に就職活動してた。なんか書くと現実感ないな。しばらく床で休んでたけど、ある時から夢を見始めた。女の人が洞窟ですすり泣いてて顔を覆ってる。声をかけると顔を上げるんだけど、顔が骨と肉でデロデロに溶けてる。で叫んで起きる。そうすると熱が上がって起き上がれなくなる。これじゃやばいと思って、声をかけた時にどうしたんだと聞いた。そうすると、私はこんなにも美しいのに、夫に捨てられた。悔やんでも悔やみきれない。夫が憎い。殺したい、と言われる。俺、どうしてそうなったん？女、私はプドグワラグ短管軍勢。よくわからないことを叫ばれる。こうやって起きると熱が下がる。マジで下がる。その間に家電がぶっ壊れた。飼ってるハムスターや魚が一斉に何匹も多品だ。供養すると女の笑い声が聞こえる。葬儀場に行った時も、あれ？女の人おらんかったですか？とか聞かれてさすがに気持ちがやられた。なんか女気もろくだな。匂いはないぎだもんな。今風に言うと美魔女なんじゃねえか。年の割には確かに綺麗だった。夢に出ては話を聞く繰り返しだった。実際は一回の払いのために、地道な作業が続くのね。払うにも事前準備である情報が必要で、情報不足でやると失敗するパターンが多いんだ。だから一回にかけるためにコツコツした準備する。俺、動物はやめてください。かわいそうです。そしたらその顔が、デロデロに溶けてた沼御前は笑ってやがった。沼、かわいそうでしょ？わかる？私の気持ちね、旦那がいない、私の苦しみわかるでしょ？俺、辛いなら依頼者じゃなくて、旦那に当たれよ。沼、旦那はねえ、一生不幸にするのを。そいつがニヤッと笑うんだよね。歯だけは真っ黒でお歯黒みたいな感じ。すげえ体揺らしてゲラゲラ笑ってた。この事件が起きる前に、実際旦那の魂を持った人にも会ったけど底辺生活してた。女運もすげえ悪くて陰湿な女と付き合ってた。俺、だからって依頼者は違うだろ。沼、あいつ？あいつのうちはねえ、教えてあげるよ。そこら辺で夢から覚めた。後日、また別の夢を見る。幽霊のくせして自意識が強いな。もっとぼーっとしてるイメージだ。今まであった中でダントツで意思疎通ができる。普通幽霊はあんまり喜怒哀楽とかない。千と千尋の神隠しの顔なしみたいな喋り方してる。後日見た夢が明治時代の村にいる夢。周りが畑と木造のうちだけ、自分の周りに大量の幼女がいた。年は小学生の終わりぐらい。そこに依頼者と同じ名字の老人が出てくる。老人、ここでデッチ暴行すれば、大金が手に入り幸せになれる。村の権力者かなんかで、めちゃくちゃ大金持ち。なんでもここの村の周辺に住んでる子は、ここに集まってくるらしい。その中の一人の女の子に話しかけられる。女の子、私ね、ここで弟の医療費を稼ぐの。この当時の風習とか全くわからなくて申し訳ないんだが、デッチ暴行で金を手に入れると医療費に回せるらしいんだよね。なんかやばくね？と思って女の子を阻止しても、全く言うことを聞いてくれない。基本的に明晰夢？みたいに夢から、脱出できるんだけど、ここは何回外に出てもスタート地点に戻る。で分かったことが、話しかけられるけど、ほぼ相手にされてない。歴史をただ眺めているだけって感じだった。漫画で見るやつによく似てた。しばらく眺めてると女の子たちに、風呂場に連れて行かれた。ここが噂をしている場所？らしい。なんでも他の場所は死後禁止とか。女の子 B、ねえ知ってる？ここの噂。女の子 C、あれでしょう。ここの親父に連れて行かれて回されるってやつ。女の子 B、回されると金が入るらしいよ。女の子 C、すっごい大金なんでしょ。欲しい。なんかこんな感じ。残念ながら服を着て風呂に入ってるから、裸とかは見れなかった。そのうち最初に、医療費って言ってた女の子に声かけられるんだ。女の子、妊娠した。早い出産だから子供は無理だろうって言われた。俺、誰の子？女の子、長老の子、産んだら金くれるって。話をまとめると、口封じに金をくれると。でこの後、この依頼者の一族のどこが沼御前とか関わりがあるのかわかるんだけど、この家、実は沼御前を祀ってた。屋敷の奥に仏壇があってそこにさ、その中に沼御前を祀ってた。そこへ打妊した子供の体を持ってくんさ、その仏壇の前に白蛇がいて、赤ん坊を食べるんだよ。これで一族繁栄をさせるんだと。
それを毎年必ず、夏に住人の未熟児を持ってきて食べさせるらしい。古酒は必ず長老に当たる人のもので、それを蛇にあげると金が入るとか、沼御前と約束した通り子供を持ってきて運んでた。後日そのことを依頼者に伝えると、立ち算が多いとか、まともな子は育たないとかそういう話を聞いた。情報が一通り揃って沼御前と話した。とは言ってもこれはお祓いの前座ね。沼、私ね、赤ん坊の滑らかな肌が好きなんです。俺、なぜ？沼、生命の息吹を感じられますでしょう。俺、生まれたてだしな。沼、ならね、食べたら私も、肌が艶やかになると思いませんか？俺、沼、私ね、旦那に嘘つかれて逃げられて悲しかったんです。俺、おう、沼、最初は髪の毛で編んだお縫い物あげたのに、返事がなくて、次は手紙に小指を添えたのに心配もないし、だから歯で作った首飾りをあげましたの。意味不明だがそんなことを言われた。月末でいろいろ締め作業あるなら、返信遅れるかもだけど、俺は九州育ちじゃないよ。犬神使いは大嫌い、あれこそ人間が怪異ってやつだわ。今日九州の方に電話する用事があったから、そこからそこの鍵に通じて嫌がらせされたかな？ゲーム中に iPhone が怖い感じにバグった。あなたじゃないなら失礼したね。すまない。犬神は四国だからまた違うものだと思う。多分そいつはいたずら半分。呪詛返しなら、神社のお守りで十分できるから、持っとくとよいぞ。ちなみにお前はスサノオノミコトのお守りを持つべきだとよ。神社のお守りはそいつにはどこのも聞かんよ。呪詛返しすらの特技から持ってる感じがある。一応、正面からやってきたら、除霊できるけど、背後から来て先に操作術かけられたらどうしようもない。妖怪じゃなくて機械型宇宙人かなと思う。それか妖怪も宇宙人もいろんなタイプの霊的存在が来てるか、よくわからんけど、スサノオさんの神社、結局どこかわからんのよね。相性合うかどうかもわからんし、アドバイスはありがとう。犬神だろ？神社の神より軒並み隠しただから聞く。玄関に八方のぞつけときな。お前自身がお祓いで清めないと祓いは効果がない。スサノオの御子とは会うから大丈夫。とにかくでかい鹿は神社とか行ってこいな。あと実力と道具が見合ってない。道具が少なすぎてできることもできない感じかな。身辺の強化をしないと犬神も憑依するから、手順を間違えずにやっておきな。ちなみに俺は見えない。現実世界では全く、あっちの世界でも奴らが来た時は、視界がなくなる。視界がなくなったなと早く気づければ、除霊に入れるんだけどね。俺自身も 100% 肉眼で見えるわけじゃない。見える時もあれば、実体を心の目で見る時もある。目が中途半端に開いてるから、完全に開けるか閉じるかした方が良い。中途半端が一番やばい。スレ主さんは、形替えはしないで、方位を操れるみたいなことを書いてたと思うけど、奴も多分それができる。あと俺の霊体はことごとく強肩に連れて行かれている。そして現実世界で吉報に行った後は、奴らは俺の運気を盗みに来る。なんか相談みたいな感じになってしまった。とりあえずアドバイスありがとう。できる。日本だとできないやり方だから、中国の道教勉強させられた。盗むといえば高2だな。アマゾンで中国製の桃の魔除け刀買って、枕元に置いて寝ておけば大丈夫。四国で犬神関係で有名な神社は聞かんかった。氷川神社か、ありがとう。四国は無理。実質的に犬神を容認してるから、犬神の神社もなあなあで済ませようとする。あいつらは排他的なんだ。スサノオノミコトはその点誰でも守れるし、地位が高いからお前も守ってくれるよ。九州にいた頃キシーネ系の神社が近くにあったし、その系統の神様たちが悪さしてた可能性を考えてたんだけど、勘違いか。なんせ周りの多くの神様がコロッと態度変えて、そいつに従うので、アドバイスたくさんもらったから、できることからやってみるよ。血と違う九州のお宮はスパルタ社会。串灘姫さんは、あそこの女王だから、そりゃあそうなる。参拝の礼儀を欠かしたらいかんよ。それさえやれば収まると思う。ねね、自分恋愛したことないし、するつもりもないんだけど、このまま一生独身でいた方がいいと思う？それともやっぱり、交際とかするべきなの？そんなことはない。恋は自然と発生する感情で、作り出すと不自然さが原因で関係性が崩れる。世の中は恋が全てじゃないし、恋で人の価値を測るもんでもない。そうだよね。無理に作る必要ないよね。今はそんな感情湧かないし、
性欲で他人と触れ合うのも嫌だからいいや。ありがとう。そうそうそんな感じ。前向きに生きようぜ。昨日は神とか言われて、思いついたことがあるから書き留めとくわ。日本には邪神とか悪神って考えはない。たたり神はいるが普通に祀られてる。普通変な信仰宗教とかどう考えても邪神教だろ。でも日本では邪神教とは言わない。逆に外人はたたり神っていうのがよくわからない。これは日本の神道の起源から来てんのね。例えばゾロアスター教とか、バラモン教とか実質的に滅んだ宗教の神ってどうなるの？たちっていうのは、この世から名称が消えた瞬間、俺たちは千年前の今住んでる場所に、生きてる人間の名前さえ知らないだろ？それが本当の存在の他しにあたる。名前が残った著名な宗教は、信仰が薄いだけで、普通にそこにいる。大体そういう神は、魔人とか悪魔として生き延びてる。そう簡単に神は消えない。下ろした言葉を文字を書き起こしたら、変な文章になってしまったわ。簡単に言うと、滅んだ宗教や神を知ってる人が一人でもいれば、それにまつわる存在は、すべて生きていると換算される。なるほどね、ありがとう。確かにキリスト教のバール、ベリアル、とか昔ユダヤ王国に滅ぼされた国の宗教の神が悪魔に落とされたという話もあるしな。そう。そこの民族の子孫がいれば、大体祀る奴もいるから、なんだかんだ生き延びる。言い方が悪くてすまん。ユダヤ教に取り入れられて、神に逆らう悪魔ポリに落とされたって話。続けて質問で悪いんだけど、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教と、崇める神は同じなのになんであんな違うの？イスラム教やキリストは神の子ではなく、預言者という位置づけだそうだし。バールを信仰する教徒が、当時最強の民族だったからな。分離したのは主要民族の考え方のせいだな。主要民族は弱肉強食の社会。他を尊重することが難しい。善イコール都合のいいもの。悪イコール都合の悪いもの。ポリコレ問題のあれようとか見てもわかる通りだよ。重りは意味あるのかな？ある。神の道からの一部が入ってる。使用回数の制限があるアイテムみたいなもん。どんな効能があるかはそこのご利益による。頭おかしいついでに聞くけど、この現代において、人柱みたいなのが必要なことってないかな。呪いとかじゃなくて、純粋に世の中のために、最後くらい人のために役に立ちたい。本当の人柱ってのは、ただ命を捧げればいいんでなくて、結果命を落とすくらいの、人類に対する貢献をすることだと思うけど。複雑だが人柱の考えは神と相違がある。神は人を空性質じゃない。人は人を空性質がある。人間の中から生まれた文化が、人柱であって、神からすると全く良い顔しない。なら、人柱とか言われて、殺人起こされて、勝手に変な他被体置かれるって、神視点からするとすっごい嫌がらせじゃん。さすがは人類。伊達に地球の自然環境を未曾有のレベルで改変してないな。もう人類ってだけでヘイトされるレベルあら。神は汚れを嫌うから血とかも苦手なんだ。人間で言う、猫がセミ持ってきた時みたいな反応をするらしい。そういうところも含めて、可愛いとは思ってるものの、人間の汚れた欲は好きではないそう。人を見るのって疲れない？人によるな。見ることより、理解できるように伝えるのに気使う。まあ負担でないのならいいんだけどさ。心配してくれてありがとうな。自分も見てほしい。このコメントで、何か伝わるのなら教えてほしいです。ピンク色のオーラが見える。願望とかあるなら、浅間神社とか行った方がいい。か、願望。来月発売予定のゲームを早くやりたいってこと？それ以外ないな。夢とかそっちの方向性に近い。海運祥福っていうニュアンスで伝わってくる。自分は台湾クォーターナミックスなんだけど、日本の神様とか中国の神様とか、その他で誰かお参りしたり、仲良くした方がいい神様っているかな？台湾のハーフか。横浜に行くと5秒の参拝できる。月下老人と大国主の御子と、マソだって。ありがとう。なんか自分、マソ病に行くと、叱られてるような気がするんで、微妙に苦手なんだよな。頼って悪いけど、いいお参りの方法とか、知ってるなら教えてもらえませんか？菓子折り備えるといいって、マソと同じ巫女体質だから、払いをしてもらってて、その顔が切れ顔に見えてる。お返事ありがとう。わかりました今度、何かスイーツを持っていこう。マソ様も女子ですな。巫女体質って自分のことですか？自分、親が毒親だったもので、叱られるような感覚に過剰に反応するんですよ。
だから半分は気のせいと思いつつも、やっぱしどこかで怖いなと思ってたんですが、気のせいなら良かったです。ありがとう。ところで実は自分は昔、夢の中で、黒い人たちを見たことがあって、そのうちの一人から、後々に夢うつつにいろんなことを学んだり、してるようなことがあるんですが、これって自分の無意識のなせる技でしょうか？それとも誰か縁のある人なんでしょうか？何年も抱えてる謎なんです。もしお代が必要なら正式に申し込んでも良いと思っています。その時はステアドも晒すのでお願いできますか？マソは台湾の文化通り甘みが好き。俺はパイナップルパイあげたよ。巫女体質の人ほど、幼少期の対人関係に難がある場合が多い。俺も未だにこの理由はわからない。もし本気で悩んでるなら別で話聞くよ。お代が必要かは俺じゃなくて、マソに決めてもらう。俺が思うに悩みの本質は謎だけではなく、それを生かす道を選ぶかどうかになるんじゃないかな。かなり本気で悩んではいるのですが、それを生かすこととなると、何も思いつきません。今のところ習った？ことは隠し芸とか、手品程度の芸でコミュニケーションの一手段としてしか使ってないことが大半です。生かす道って何かあるのかな？本音を言いますと、最近はその人に会えてないので、また会いたいなと思っているんですよね。でも対象がそれこそお化けなのか、妖怪なのか、妖精なのか妄想なのか、わからないことが最大のネックなんです。あの人の存在にジャンキーになっているだけかもしれないですが、本気で忘れられない感覚です。そしてそれが欲しい、ある意味で病気だなとは自覚してます。俺が視点と離れた時みたいな感じだな。存在見失うと人生迷走するもんだ。マソにも聞いたけど、これは別で話した方が良さそうだな。紐解くのに時間がかかると思う。俺のステアドレス載せておくから、こっちに連絡してもらってもいいか？ありがとうございます。とりあえずメールさせていただきました。夜中にすみません。とりあえずは寝ます。おやすみなさい。良い夢を。よく寝れますように。また明日返信する。みんな見てもらっていいなぁ。妖怪で退治されちゃう基準ってなんだろ？妖怪の友達がいつもいる場所にいなくなっちゃったから探してるんだ。見た目はシャボン玉みたいな光るやつなんだけどさ。悪いことしてるかかな。基本的に妖怪とたたり神から教わってる側だから、極力対峙はせず話し合いする。人間と妖怪で悪事の認識が違うから、人間の陰陽師は多分いたら対峙してる。妖怪は実際は精霊や妖精に近いから、シャボン玉のようなオーラがあるね。いたら退治されちゃう可能性があるんですね。具も拾ってるとその線路で、具も増えちゃって目立つといけないから、増えたら場所を変えた方がいいですね。話聞いてるといるだけで、悪いと思われがちな印象がある。茂みとか森に逃がしてあげよう。そうしたらいいかも。リッチさんは普段は、一人でお仕事してるんですか？彼女とか友達はいますか？個人でもグループでもやってる。仕事以外は平均的な20代の生活してるよ。ありがとう。とてもいい青年っぽくて好感。妖怪退治とは違うかもしれないけど、できてしまった縁を切ることはできますか？ありがとう。侵食分野かな。悪縁は切ったことがある。その場合は大物飛信か大国主の御事に頼る。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。